べて痩せる干し芋ダイエットをお伝えします。まず1点お知らせをさせてください。あと2日後の3月の17日水曜日夜8時に新プロジェクトを発表させていただきます。 LINE のお友達の方限定での発表となりますので、もし無料案内をご希望の場合はこの機会にぜひ LINE をフォローしておいてくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。では話を戻しますね。干し芋ダイエットと聞いてあなたはいかがですか？干し芋って甘いよね、あんなもの食べたら太るじゃないのと思ったあなたに朗報です。この動画をご覧いただきますと、実は干し芋はダイエット向きの食材だったってことがわかるんですね。そして動画の最後では具体的な痩せる干し芋の食べ方、それ取り組み方がわかります。ぜひ最後まで楽しくご覧ください。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが長期的に健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととても嬉しいです。それでは早速本題に入ってまいりましょう。ではまず1つ目の項目です。なぜ干し芋を食べると痩せることができるのか、そのベースのポイントについてお伝えしますね。それはあなたの腸内環境が整うから、そして無添加であるからなんですね。この2つが揃っていないと、いくらあなたが一生懸命ダイエットを頑張ったところで、必ずその先にはですね、リバウンドという悲しいね現実が待ってるわけですよ。過去の私もそうでしたからよくわかります。そうではないとやはり根本的に痩せ体質でこうなっていけないからという点がね、やはりポイントになってくるんですよね。例えばあなたの腸内環境が悪者、もうデブ菌と呼ばれるですね、その悪玉菌がもう多くいてしまっている状態であったとしたら、もうどんどん太っていってしまうんですよね。例えばあなたがですね、食べたら太るなって分かってるのに甘いものがやめられない、止まらないっていうことってないですか？私もそうだったんです。もう過去白砂糖中毒でしたから、もうとにかくね、分かってるんですよね、これ食べたらまずいって分かるんだけど、まあ、ちょっとならなと思ってこう一口食べたのがもうね、もうそれがもう最後、もう一袋食べないと気が済まないとかですね。例えばコンビニに行ってもこのスイーツ全種いつか制覇してやるとか、こう変なですね、こう闘志が湧くわけですよね。もうそんなこといいじゃないってね、今思えば本当にあの笑い話にもなるんですけれども、もうその当時はですね、もう食べ尽くさないとやっぱ気が済まないんですよね。もうこれ食べたらもう最後まで食べちゃおうかなってね、なんかこう闘志が湧いてしまうんですよ。ないです、そんなこと。一袋チョコ買ったら全部食べないと気が済まないとかないですか？あると思うんですよ、大なり小なりですね。まあ、そういった時っていうのはもう中毒になってますから、そういった体質を根本的にやっぱり変えないとですね、あなたは痩せ体質にこう生まれ変わることができないんですよね。じゃあ逆に言えば、そうならないために腸内環境を整えてくれて、そして痩せるものが食べたくなるっていう、その痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をやっぱり増やしてあげる必要があるわけです。その時にこの干し芋が大活躍してくれるわけなんですね。ではどんどん参りましょうね。項目2つ目、何をということで、先ほどお伝えしました腸内環境が整って、しかも腸内の動きを邪魔するような、その無添加な、あ、ごめんなさい、邪魔するような添加物がですね一切入っていない無添加のこの干し芋がとてもダイエットに有効なんですよということで、今回はその干し芋がじゃあなぜそもそもダイエット向きなのかということで、詳しく痩せるポイントをお伝えしていきたいと思います。痩せ効果ですよね。とにかく栄養価が高いんです。何でもそうなんですけども、普通のさつまいも、まあ、例えば焼き芋とかも美味しいですよね。私も大好きです。まだこの時期なんとかねスーパーにも見かけるので、まあ、今のうちと思ってね、ついついこう手が伸びる時もあるんですけども、食べ過ぎないようには注意しています。私別動画で痩せる焼き芋のダイエット効果、まあ、さつまいもダイエットということでお話をお伝えしておりますから、興味がある方は別動画、そちらで詳しくお伝えしますから、痩せるさつまいも食べ方ご参考にしてみてくださいね。ということで、この干し芋がなんで栄養価が高いのかっていう話に戻りますけれども、
干されていることでギュッと栄養や旨味がですね凝縮されて、同じ量を食べても全く栄養価が違うということが起こるんですよね。例えば今回お芋ですけれども、これが干し椎茸になったり、干しレンコンだったり、切り干し大根とか、ああいった干し野菜というのはもうとにかく栄養価がずば抜けて増えます。そうするとあなたのダイエットがですね成功するんですよ。なぜかというと、ダイエット中ってやっぱりですねある程度制限かけたりしますよね。食べ過ぎないようにとか、ちょっと偏ったりとか我慢したりってあると思うんですけども、やはり栄養不足になった状態ではですね、もうどんなに頑張っても痩せることができないですよね。栄養が足りていないとあなたのお体の中でですねホルモンバランスが崩れてしまって、ますます甘いものが食べたくなったり止まらなくなったり、また体重設定を司るホルモンも崩してしまう、バランスを。そうするとどん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 体重設定が上がっていってしまって、太っちゃったということにねやっぱりなっていってしまうんですよね。そうならないためにも、やはりダイエット中だからこそ栄養バランス、栄養価が高いものをいかに上手に摂ることができるのかというのがダイエットを成功させる鍵となるわけなんです。その時にこの干された野菜、今回は干し芋にしましたけれども、そういったものを日頃から召し上がっていただくと丸になります。そして芋って糖質高いじゃないってね、冒頭にもお伝えしましたけれども、確かに糖質は入っています。普通のお野菜よりも高めです。ところがその糖質の質がですね違うんですよね。例えば血糖値がこう急上昇するようなパンとかパスタとか、そういった小麦製品、もしくは白米とかですね、ああいったものってやっぱり急激に血糖値が上がるために、その間脂肪が一気に溜まってしまって太っちゃうわけなんですけれども、この干し芋はその急上昇ではなくて、ゆるゆるゆるっとですねのんびり亀さんで揚げてくれるんですよね。そうすると血糖値が急上昇しないイコール脂肪をため込む率が低くなるということで、同じ糖質なのに種類が違うだけでこんなにもダイエット効果が変わってきますよってことになります。そしてなんといってもお芋といえばね、便秘解消ですよね。食物繊維が豊富でって。ただしさつまいもばっかりですと不溶性といって結構もさもさした食物繊維なので、便秘がひどい方はお芋ばっかり食べちゃうと逆に便秘になってしまう、まあ、詰まってしまうので、ちゃんと水溶性の食物繊維ですよね。例えばネバネバ食品です。わかめの、まあ、海藻系とか、そうですね、里芋とかオクラとかネバネバしたものを一緒にセットで召し上がりますとより効果がアップしますから、ばっかり食べは気をつけてくださいね。そして何といってもビタミンの B2 がですねたっぷり含まれているので、このビタミン B2 があるおかげでその脂肪を燃焼する効果、要は代謝を上げることができて痩せることができるんですよってこと。そしてカリウムも豊富なのでむくみも改善できてしまいますし、もう何といっても干し芋ってこう結構歯ごたえがあって噛み応えがあってよく噛んで食べられるものですから、しかも腹持ちがいいんですよね。一度食べてしまうともうね満腹感満足感が半端ないですよ。なのであなたのダイエットにもこの干し芋を上手に取り入れることでダイエットが成功しますから、ぜひ美味しく取り入れていただきたいと思います。それではここから最後の項目3つ目です。どのようにこの干し芋を食べればさらにダイエット効果を上げることができるのかということで、今回は食べるその量であったりタイミング、そしてまた食べ方ですねを最後にお伝えしていきたいと思います。いや私ですね、実はもう干し芋大好きなんですよね。もうさつまいもがとにかく大好きで、別動画でもねさつまいもダイエットということで上げてるぐらい、もうお芋に関しても本当にこう愛を持ってですねお伝えしてるんですね。もうそれほどお芋愛がね強いので、もう今回も本当こう熱が入ってしまってですね、もう暑苦しいかもしれませんけども、最後までお付き合いくださいね。この干し芋、私かなりの種類食べ尽くしてきてます。もういろんなタイプってあるんですよ。あなたもいかがですか。干し芋ってもうその種類によってはとにかくこんな一枚大きかったり、まあ、その代わり薄かったりですね、またはスティック状になっていたり、もしくはもうあるものなんかこう皮付きのまま1センチぐらいの太さでこうチップスみたいになってこうゴロッとですねお芋スライスみたいになっているバージョンとか、まあ、いろんなものってあるんですよね。いろいろ食べ尽くしてきたんです私も。でも私の個人的な、まあ、好き嫌いといえばですね、やっぱり硬すぎる干し芋よりも
もうこう、うわーとか、ね、引きちぎるぐらい硬いのってあるんですよ、本当に。それよりも、やっぱりちょっと柔らかめで厚みがあって、もちもちっとしたお芋がね、大好きなんですよね。そこで今回あなたにおすすめの干し芋がありますから、まずはそのおすすめの干し芋からご紹介したいと思います。私が今ハマっているのは、一つ目、まあ、二つあるんですけどもね、一つ目はこちら。イオンで買えるトップバリューのグリーンアイシリーズオーガニックの干し芋になります。角切りということで、こちらスティック状になってるんですね。長さがこれぐらいで、ほんとスティック状でこうで、ね、食べれちゃう美味しい干し芋になります。でよく あなたもねお気づきと思うんですけれども、干し芋って結構国産って少ないんですよ。でこちらも実は中国産ですが、しかしです、これはオーガニックなんですよね。中国産なんですけれども、有機栽培されたさつまいもになりますから、安心安全なんですよね。しかもそのマークがついてます、 JAS 有機ジャスマークがついてますから、もう安心の品質ってことになるからダイエット向きなんですよね。そしてこの JAS の認定工場でしかも加工してくれてるので、もう最後まで安心ですよね。なので私はこちら、味もそうですし、こういった品質もそうです、気に入って多くある干し芋の中から結構こちらの干し芋選んでおやつにしたり食事に置き換えたりしてるんですよね。でこちらが1袋が 170g 入ってますが、エネルギーは 100g あたりの量が載っていまして、エネルギーが 100g あたり 296kcal、 タンパク質も結構多く 4.6g、 脂質が低めですね、 0.5g、 その代わり糖質が高めです、 65.7g、 食物繊維が 5.3g なんですけれども、え、じゃあ糖質高いじゃないってね思われた方はもう大丈夫ですよね。先ほどお伝えしました通り、低 GI 値食品、血糖値を上昇させるものではないので、のんびり亀さんで上がりますから、脂肪を溜め込む量も減らせますよということでしたよね。なのでこちらは安心して召し上がっていただいても大丈夫ということになります。でこちらのダイエット その食べ方なんですけれども、こちらです、主食に置き換えちゃいましょうという方法になります。どういうことかというと、普段あなたが召し上がっていらっしゃる、例えば朝ごはんのお米をこの干し芋 2、3枚、もしくは 2、3 本分に置き換えて食べちゃいましょうなんですね。そのことで、日頃からもしあなたがおやつ我慢していらっしゃるようであれば、もうあ、なんか甘いもの食べれたっていうね、幸せな気分に朝からなれますとかね。それ朝しっかり食べておけば、後からこう口寂しくなってね、おやつもそんなに欲しくなりにくいと思うんですよね。もう私は朝食べたから大丈夫って、満足満足って、自分にご褒美をもうあげてるわけですから、ここでも丸ですし、でまたもっと良いのは、食前の 2,30 分前になったら、先にですよ、おかずを食べる前にこの干し芋を食べちゃいましょうということです。で私もねよくするんですけれども、ちょっとご飯の前にこの干し芋を食べとこうと思って、ここ2、3本よく噛んでですね、よく噛むと満腹中枢も刺激されますから、食べ過ぎ防止にもなりますし、よく噛んで、その後ちょっと無調整のオーガニック その大豆の豆乳をですね、コップ1杯飲むんですよ。そしたらですね、もう30分経った時にお腹空いてないんです。もう大満足なんですよ。なので、あ、もうこれでお昼ご飯終わらせちゃえみたいなね、そんな日もあります。それぐらい満足です。でもしあなたがダイエットを成功させたいという場合は、もちろんお昼ご飯に召し上がっていただくのも良いんですけれども、ベストは朝ご飯ですよね。朝しっかりこの糖質を取られると良いと思います。ご飯の代わりに召し上がってくださいね。で目安は干し芋に3枚分が約 25g、 カロリーにして 75kcal に相当する量になりますから、1日かけて1食干し芋に置き換えることで、あなたはお米と比べて血糖値を下げることができて、その間脂肪をため込まずに済んで、しかも腸内環境が整って、しかも甘くて美味しいっていう、もういいこと尽くしなんですよね。ですからぜひ主食の代わり、お米の代わりにこの干し芋に置き換えてしまいましょうということです。そして最後です。ここからです。もういろんな干し芋を食べ尽くしてきた私が今一番ハマっている美味しい干し芋をあなたにご紹介して終わりたいと思います。もちろんこちらも気に入って大好きなんですよ。好きなんですけれども、実はですね、私こちらを偶然見つけてしまったんです。じゃん。素材にこだわった究極の塩干し芋ということで、こちらなんとお塩がね入っているんですよ。
しかも普通の塩ではないんです。自然の力のみで作った土佐の塩と国産の黄金に輝くですね、まあ、黄金色ですよね、紅はるかの芋を使用してくださっているこの干し芋ですね、めちゃくちゃ美味しいです。もうすごくハマってまして、もうなんといってもその国産の紅はるかってこの品種やっぱりすごく普通の焼き芋とかでもそうですし、まあ、普通のお芋料理でもそうなんですけれども、すごくやっぱりね甘みがあって美味しい品種なんですよね。しかも紅はるか大好きなんですよ。でこのお芋を使って、しかも国産で、しかも塩が入っていることで甘みが増すんです。ですよね、こう甘いものってぜんざいとかもそうですけど、ちょっと塩、良質のですねミネラル、マグネシウムいっぱい入ってる塩をちょっと入れるだけで、まあ、岩塩でもいいですよ、吸って甘みって引き立ちますよね。感覚分かりますか。もうこれね、私ほんと感動して、まあ、ついつい食べ過ぎてしまうので、もう絶対にね一本抜いたらパッと封してもしまうんですけど、ついつい手が伸びちゃうんでですね気をつけてはいるんですが、この塩が入っていることで甘みがもう豊かになってですね、しかも柔らかいんですよ。でよくよくこうもっちもちしてますから、すごくよく噛めるんですよね。そうするともうほんと1本でも十分大満足のおやつ代わりにもなりますし、あなたの朝食のお米代わりにしても良いですしね。ちょっと夜食べるのはねやめた方がいいですね。夜はやっぱり糖質はできればカットした方が良いので、夜に食べることはお勧めしないんですけれども、朝がベスト、まあ、食べなかったらお昼、まあ、もしくはおやつとして、それもおやつも間食にせずに、もう食事と一緒のタイミングで召し上がってしまう方が良いですね。間食って一応太りますからね。そういった工夫してくださるとすごくいいと思います。こちらはちなみに、会社が、製造者の方が株式会社サンアグリフーズさん、愛知県の会社みたいですね。そして販売者が同じく愛知、同じですね、日本伝統食品販売株式会社となっています。なんか違うんでしょうね、住所は同じなんですけど、なんか違うみたいなんですけど、こちらはもう究極の私欲しいもじゃないかなって思います。もしあなたも、私先生こんな欲しいも気に入ってます、美味しいですよっていう何か種類や商品がありましたら、ぜひコメントください。 LINE までコメントいただけたら嬉しいです。さあいかがだったでしょうか。実は欲しいもってこんなにもダイエット向きの食材だったなんて驚きですよね。私が大好きなこの欲しいもをあなたにもぜひ取り組んでいただいて、ご一緒に美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せていければと思います。ぜひお役立ていただければとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。